皆さんこんにちは。高山右近記念資料館の館長の奈良賢治です。今日は、ルカの福音書17章10節の御言葉から、取るに足らないものですという御言葉から、 聞かせていただきましょうでは、聖書をお読みします。ルカの福音書17章10節です。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみんなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい。以上です。 天正4年1576年の春大阪は高槻の町で高山右近とその父親高山友輝の協力によって建てられた教会で復活祭の礼拝を厳粛にかつ盛大に行いましたその礼拝を始めるにあたり イエス様がエルサレムにご入場されることを記念し枝の祝日の行列をすることとなりましたその時に高山友輝はその行列の先頭に立ち十字架を担ぐ役をやらせてほしいと礼拝を司る京都からやってきた オルガンティーの神父に頼み込みましたそれでオルガンティーの神父はトモテルに朝の彩服を着させミサの入祭の折の行列で使う十字架を担ぐ役を与えたといいますトモテルはこれを名誉と受け止め慎重にかつ厳かにその 十字架を担いでいったというのです。ルイス・フロイスという人物の書いた日本史の中でそのことが記されています。なんだ、十字架を担ぐ行列をしただけだと思わないでください。その国の元は領主であった人物、高山友輝は四季の後で、 神父に問いかけました自分はこの財服を着ることができるほどの人間であるだろうかまた主の十字架を担ぐことのできるほどの存在であろうかとです自らを低くし謙遜と善良な思いを持って 式にあたっててるの思いは同じように礼拝で奉仕する者の心に刺さり自分もそのような思いを持って奉仕をしていただろうかと思うのです今日の聖書の言葉はイエス様が例え話をされたその最後の結びとして語られているものですしもべは主人の世話をするのが務めですが そのしもべが主人に命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するだろうかというのです。しもべなのですから、取るに足らないものであるので、自分のなすべきことをしただけなのだと答えなさいとイエス様はおっしゃったのでした。己を低くし、高ぶらず、するべきことをしただけだ。 自分の行いによって他人からの評価あるいは感謝を求めるようなことではダメなのだというわけです。トモテルもまた本来なら最も立場が上にあるものであるにもかかわらず進んで奉仕の役を務めさらには自分はそれをするほどのものであっただろうかと 自らを見つめるほどに己を低くし謙遜であろうとした姿は心を打たれます。私たちも誇らず高ぶらず取るに足らないものだと自分を考えて日々を過ごしていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様。 私は取るに足らないものです。ですから、自分はなすべきことをしただけだといつも身を低くして日々を振る舞っていけますよう、聖霊なる神様、私たちをお助けください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。あメン。